ボアストローク比。数字が小さいほどロングとなる。ボアストローク比とは、レシプロエンジンにおける、シリンダーボアとピストンストロークの比率のことで、ストロークをボアで割った値である。エンジンの性格を類別する際に使用されることが多く、この値が1の場合は、スクエアストローク、または略して、スクエア。1より小さいものは、ショートストローク、または、オーバースクエア。 一より大きいものは、ロングストロークと呼ばれる。多くの実用ガソリンエンジンでは、ボアストローク比は一近傍に設定されるか、やや、ロングストロークに設定される。一部の高性能スポーツカー用エンジンや、レース用エンジンでは、ショートストロークに設定され、フォーミュラ一用のエンジンでは0.5近くと極端に、ショートストロークに設定され、極限の高回転性能を実現している。 また、船舶用の大型2ストロークディーゼルエンジンでは4、付近と大幅なロングストロークとなっている。これは燃費性能を最重視したもので、ガソリンエンジンと異なり、運転中のディーゼルエンジンのシリンダー内は常に空気過剰の状態にあり、この燃焼に関与しなかった空気も燃焼熱によって膨張して出力に関与するため、膨張時間を長く取る設定となっている。 フィンランドなどの一部の国では、ボアをストロークで割ったストロークボア比が用いられる。ボアストローク比が1であるものを言う。ピストンの往復運動で得られる容積の縦断面が正方形であることからこの名がついた。下記の2つの中間的な性格といえ、2000年現在においては、パワー向上のみならず総合的なエンジンの性能向上が重要とされ、 スクエアもしくはそれに近い比率のものが増えている。ボアストローク比が1よりも小さいものを言う。一般的にショートストロークでは、コンパクトな燃焼質を実現しにくく、低速での燃費性能は悪化するが、同排気量のロングストローク型に比べ、1回転あたりのピストン往復距離が短いことから、高回転となり、また、ピックアップ特性を向上させやすく、出力重視型のエンジンとなる。 ただ、高出力にするためにはとにかくボアを大きくすれば良いかというと、必ずしもそうではなく、ボアを大きくすれば必然的にピストンも大きくなり、したがって、それらに関わる部品も頑丈にせざるを得ず、エンジンの全長も長くなってしまう。また、ボアを大きくする以外にも、タバルブ化など別のアプローチによって高出力を達成できるようになったため、 ボアの拡大イコールさらなるショートストロークには、歯止めがかかった。現在では、主に、スポーツカーや軽自動車、スポーツタイプのオートバイ、また乗り物以外では仮払い機や、チェーンソーなどに採用されることが多い。ボアストローク比が1より大きいものを言う。ショートストローク型に比べ、コンパクトな燃焼室にしやすく、低回転時の冷却損失が小さいため熱効率が、よく、 実用燃費に有利になる。また、ピストンスピードが高く、クランクシャフトを回す力が大きいことから、ショートストロークに比べて、低回転時のトルクが大きい傾向がある。これらのことから、実用型のエンジンということになる。なお、バイクにおいてはストロークを長くすると鼓動感のあるエンジンとなる。その反面、すべてのレシプロエンジンはピストンが往復運動を行う構造上、 ピストンスピードの向上に物理的な限界があり、同じ回転数においてはストロークが長いほど、ピストンスピードが高くなることから、高回転性能やピックアップ特性を向上させることが困難になるため、高回転には弱いとされる。また、エンジン長は抑えられるものの、エンジン高は高くなる。なお、ストロークが長い直列3気筒以下のエンジンでは、 エンジンの振動が大きいとの誤解が一般にあるが、現在はピストンコネクティングロットの軽量化、バランサーなどにより不快なほどではない。また、わざとバランスを崩して設計して振動を出し、エンジンの味としたり、トラクションにメリハリをつけるなどの演出をすることもある。なお、ショートストロークエンジンでもコンロットが短い場合、コンロットの振り角が課題となり、振動が増加する。 ホンダ CB7504 やヤマハディバージョン、XJ400S、ハテは、川崎 Z1300 などのように、多機筒エンジンの幅を詰めるためにロングストロークで、設計される場合もある。エンジン諸元表を見るときには、ボアストローク比だけでなくストロークの長さ自体に、注目すると、他のエンジンと、特性比較しやすい。また、市場でもストロークの長短を意識した方が、 エンジンの特性をつかみやすい。日本製の乗用車、オートバイオエンジンは当初の低中速重視系を脱し、1980年代以降にはショートストロークのものが大多数を占めるようになっていたが、排出ガス規制、省エネルギー、衝突安全性などの要求が高度化するにつれ、2000年代以降からはロングストロークのものへ移行していった。対して、 欧州車や米国車のエンジンは従前からロングストロークのものが大多数を占めている。変わったところでは税制と関連してロングストロークが好まれていた場合もある。20世紀前半のイギリスで用いられていたバリ税は単純にボア系と気頭数で決められていた。この場合ボア系が小さい方、つまりロングストロークの方が税制上有利であった。 この馬力税による影響は廃止後の1950から1960年代のまでの英国車に残ったとされる。GP 企画センター、1999、エンジンの基礎知識と最新メカ1、グランプリ出版 ISBN4 から 876872074GP 企画センター、2000、新版車のメカ入門1、 グランプリ出版 ISBN4 から 876872155P18 岡村神谷。レシプロエンジンは同じ排気量でもボアストロークが変わると何が変わる。ウェブカートップ交通タイムス社。2019年1月23日閲覧。スロットルレスポンスや月とも言われるが、車載の状態では車輪の直径を含むトータルの歯車比や車両操縦量も関係する。 GP 規格センター 1999P31ABGP 規格センター 1999P32 ボアストロークヤマハバイクブログバイク用語辞典ヤマハ発動機2019年1月23日閲覧ただしホンダ ZC 型のように一部のメーカーではピストンやコネクティングロッドクランクシャフトなどの形状を工夫することにより ロングストローク型でも、高回転型スポーツユニットとされるモデルもあった。細川武史、2003、車のメカ仕組み図鑑に、グランプリ出版 ISBN4 から 876872414P19、岡村神谷。疑問、3気筒よりも4気筒エンジンの振動が少ないと言われるのはなぜウェブカートップ、交通タイムス社。2019年1月23日閲覧。 ありがとうございます。